しを受けてキラキラと輝く海。ここは兵庫県淡路島の西海岸です。大阪から車で1時間半自然豊かなこの場所に今年4月一軒のホテルが開業しました。客室を覗くと壁に可愛らしいイラストも描かれています。そしてこのホテルの一番の売りがこちら、オーシャンビューです。客室は3タイプあり、1部屋2万2000円から。17あるすべての部屋から海を望むことができます。さらにこちらで飲み物を注文することができます。そして私の目の前には宿泊者限定で利用できるプールが広がっています。またこんな施設も。わあ、ヒノキのいい香り。宿泊者が利用できるサウナも併設。そのホテルの向かい側には一棟貸しのコテージが。これらを手掛けたのは全国で飲食店を展開するバルニバービという企業です。なぜ飲食事業を行う企業が淡路島に宿泊施設を作ったのでしょうか。僕はやっぱご飯屋さんが基本の会社なんですけど、日帰りで帰ってくる結構多いんで、滞在してもらうためには宿泊を作って一泊でもしてもらって楽しんでもらおうかっていうところでホテルができました。滞在時間を延ばして飲食の機会も増やそうというのです。そのため得意分野の食を生かし客を飽きさせない戦略も。淡路牛を使ったチーズバーガー、美味しそうですよね。実はハンバーガー屋さんだけでなく、こちらのエリアにはバーベキューのお店、アイスクリーム、パンのお店、さらにラーメン屋さんと一箇所にギュギュッとさまざまなジャンルの飲食店が集まっています。西海岸の400メートルほどのエリアに宿泊施設が5軒、飲食店が9店舗とさまざまな食が楽しめるんです。こちらはこのエリアで最初にオープンしたお店、ピザ窯も備え本格的なイタリアンを提供しています。淡路島の食材をすべてに使うというのがコンセプトで、今日使ったのは海苔のスパゲティ、隣の西浦水産というところで釜揚げしてもらっている釜揚げしらすの2つの味わいで食べてもらうスパゲティ。いただきます。しらすがプリプリで弾力があります。大葉と相まって爽やかな味になっていますね。さらに地元で採れた大きな玉ねぎを丸ごと使ったグラタンも一押しのメニュー。もちろん海が見えるテラス席もあり、波を見ながらゆったりとした時間が流れます。さらに淡路島といえば、こちらにあるお寿司全部淡路島で採れたお魚のお寿司なんです。瀬戸内海で獲れるさまざまな魚も魅力の一つ。午前中に獲れた魚が早ければ夕方にはカウンターに並びます。旬のハモはすだちをかけて、身がふっくらしていて美味しいです。脂もしっかり乗っています。ホテルと近くに取ってるんで、ここに今それで来た感じ。一箇所にいろんな施設固まっとったら、いろいろ点々と食べたいもの食べれるし、いいなって思います。天気が良ければ美しい夕景にも出会えます。ロケーションも最高なんで、サンセットを見ながらとか波の音と聞きながら、そんなところを感じてもらえたらなと。完成はないと思います。まだ広がっていくと思うし、企画中であって、はい、これで終わりじゃないのかなと思って。